こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますレンズは、ライカのオールドレンズ、ズマールの 50mm ですね。バルナックライカ時代のレンズで、シリアル465781でですね、1938年ですね、の、ドイツ製ズマール 50mm となりますね。正しいドイツ語読みだとズマーになるわけなんですけれども、一般的にはズマールと呼ばれてますので、うちでもズマールと呼んでますね。はい。F 値が2で非常に明るいズミクロンと同じ明るさのレンズになりますね。はい。ご覧のようにスクリーンマウントというですね、ねじ込み式のマウントになっているんですけれども、LM アダプターというですね、アダプターをご使用いただけましたら、ライカの M 型ボディですね、M3、M4 のようなオールドカメラから、M8、M9、ライカ M240 のような現役のデジタルカメラにもご使用いただけます。もちろんですね、ソニーの α7 のようなミラーレス一眼にもアダプター経由で問題なくご使用いただける、現役でご使用いただけるレンズになってますね。はい。非常に淡い映りでですね、解像度はですね、それほどないわけなんですけれども、こう淡い描写がですね、水彩画みたいなですね、非常に優しい写りをしましてですね、非常にファンの多いレンズですね。僕も大好きなレンズになっております。ということで、外観から見ていきます。外観はですね、もう大変古いレンズではあるんですけれども、メッキの剥がれとかですね、目立つようなすれあたり、へこみもなくですね、大変綺麗な状態と言っていいですね。どっかに落として歪んだりとかですね、強くぶつけたり擦ったりした跡もないですね。はい。この強度部分のスライドする部分のですね、メッキもしっかりと残ってまして、はい、大変綺麗な状態です。はい、まだピカピカしてますね。で、レンズですけれども、レンズはですね、戦前のレンズになりますので、ノンコートレンズになるんですけれども、ズマールのこの前玉っていうのはですね、ズマリットの前玉と同じようにですね、非常に柔らかい素材、ガラスでできてまして、大変傷がつきやすいんですけれども、この個体はですね、多少傷は見えるんですけれども、ズマールとしては非常に状態のいい部類に入ります。はい。前玉の傷は少なめ、後玉は綺麗ですね。こちらはすれなどはないです。で、すり傷、ひっかき傷など、少なめの大変綺麗な状態と言っていいと思いますね。まあゼロではないですね。ライトなどに透かすと前玉の傷いっぱいあるように見えるんですけれども、ズマールとしては非常に綺麗な状態のレンズになります。もちろん画質には全く影響はないので安心してご使用いただけますね。で、中玉には曇りカビ、バルサム切れもありませんし、ゴミ釣りもですね、ちらほらと2、3個ぐらい見える程度でですね、こちらも画質には影響はないレベルです。はい。絞りの動きも軽快で滑らかですね。はい。スライドも、はい、しっくりと閉まってまして、絞りを動かしたりして、こうぐらぐらとしたりしないですね。で、持って、ピントヘリコイドも滑らかにいっぱいまで動いて、はい。無限録もしっかり効いております。はい。非常にいい状態のですね、ズマールなんですけれども、念のためですね、全体的な分解整備、清掃、調整などをご希望いただける場合は、オプションからお選びいただけましたら、格安にて当社で受け負わせていただきます。付属品がリアキャップと、こちらもフロントキャップ。なってますね。はい。ということで、ライカの人気オールドレンズズマールの 50mm、F 値が2ですね、1938年の製造、大変、いい状態のレンズになりますので、ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。